1649年の複製。火山の生信条とは、ロシア正教会で最も有名な生神女、マリアの遺恨の一つ。火山死を守り、助ける者としての生信条を描いている。複製画は、カトリック教会でも尊ばれている。何世紀にもわたって、ロシアの守護者とされてきたが、それも1904年にこの遺恨画が、東南に遭い、 破壊されるまでのことだった。モスクワとサンクトペテルブルクの2カ所にある有名な火山制度は、全国にある無数の教会がそうであるように火山の生信条に建道されている。この遺恨画は7月21日と11月4日を祭日とする。古来からの複製とはいえ尊ばれてきた遺恨画は、モスクワとヤロスラブリ。 サンクトペテルブルクの火山聖堂で掲げられてきた。このイコンが幼い少女マトリョーナによって火山市の地下から発見されたのは1579年7月8日のことである。伝承によればマトリョーナの夢に生仮民女マリアが現れてイコンのある場所を明らかにしたのだという。また、 イコンを火山にある生新女福音大聖堂に移し、収めるための十字行において、イオシフとニキタと呼ばれる二人の盲人が癒される、奇跡があったとも伝えられる。オリジナルのイコンは、イヴァン四世の命により、イコンの発見を記念して建てられた、火山の生新女聖堂に収められた。また同書に、火山の生新女女子修道院が創建された。 このイコンを記憶して建てられた教会は他にもあり、イコンの複製は、モスクワ、ヤロスラブリ、サンクトペテルブルクの火山聖堂でも掲げられた。19世紀のもの1904年、イコンは数世紀にわたって保管されていた火山の教会から盗まれた。ただし、この東南のはるか前、1612年には、モスクワに移されていたとの説も歴史家から、 出されているなど、盗まれたイコンがオリジナルのものであったかについては、結論が出ていない。また盗難にあったイコンが破壊されたのか、それともどこかに移されたのか、あるいはいかに衝述する、ファティマのイコンがオリジナルのものであるのかについても、明確な結論は出ていない。1917年のロシア革命の後、実は、オリジナルのイコンがサンクトペテルブルクにあるのでは、 ないかという憶測が飛んだ。伝えられるところでは、遺こいが、火山の生真珠は、レニングラード包囲線の間、要塞都市の各所で重事業をする際に、用いられたのだという。また、そうではなく、ボリシェビキによって国外に売却されたのだという主張も、あった。これらの説を、ロシア正教会は認めていないが、オリジナルと評される、原存のはいくつかあり、 そのうちの一枚は、ファティマの聖母の青色軍が1970年に入手し、ポルトガルのファティマに安置した。火山の生新女服音大制度を1993年、ファティマのイコンは、法王ヨハネ・パウロ2世へと献上された。彼はそれをバチカンに置き、自分の執務室に掲げた。法王はそこで11年間、イコンを崇めることができたのである。彼の言葉によれば、 そこは、まるで我が家のような感覚だった。母性に満ちた眼差しが私の日々のキリストへの務めの傍らにあった。ヨハネ・パウロ二世は、イコンを手に、モスクワか、火山を訪ね、それをもって、ロシア正教会へイコンを返したことにすることを望んでいた。モスクワ総主教が、そのような骨折りを断ったところ、2004年8月を、もってイコンは、 ロシア正教会に無条件で贈呈されることになった。同年8月26日、改めてサンピエトロ大聖堂に展示され、あがめられて後、モスクワへと輸送された。2005年、聖なる遺婚に定められた祭日である7月21日に、モスクワ総主教アレクシー2世と、タタールスタン共和国の大統領である、ミンチメル・シャイミエフが、 火山クレムリンの生信助副音大聖堂に置いたこの遺コは十字架巨堺境界に収められているオリジナルの火山の生信助が発見された土地である現在この遺コが発見された地にある修道院を世界的な巡礼地とする計画が進行中であるありがとうございます